さあ始まりました、萌え空チャンネルよっ。ジェイさん、はい、今回お二人でトークという形になりますけれども、いや、めちゃくちゃ緊張しますよ年下の人だったらよかったんですけど初めてが偉大すぎる人で、いや、初、まあ、MC みたいなもんでしょいいですよね、なんかそれに立ち会えて、初めて見るのってなんかいいですよね、これもともとその中日時代交友っていうのはどうだったんですか。僕はもう本当に入団した時からレギュラーじゃないですか、井端さんが。でも喋れないですよね、はい、井端さんだけじゃなくてみんな喋れなくて、で2009年ぐらいですかね、あの僕が腰が痛くて、でその姿を見たのかどうかちょっと分かんないんですけど、今日夜俺の部屋に来いって言われて行ったのが始まりですね。それから、はい、それなんかあれですか、治療か。そうですね、はい。いや、もう一応こう僕にもいたんで、ちょっとね、最近おかしいなっていうのは見てて感じたんで、物は試しじゃないですか、まあ、良ければね、そのまま使ってくれればいいし、ダメならダメであれですけど、まあ、試すだけでっていうところで呼んで、それが良かったのか、使ってくれてるんで、まああったのかな。井端さんに紹介してもらった先生に初めて会って言われた言葉が、僕を信じたら奥稼がしてあげるって言われたんですよ言われたんですよあれは言う。でも本当にそうなって、数年後にもう井端さんのおかげですよ、ね、ちなみに吉見さんは川上井端の滑らない話はご存知ですか。ご存知どころか見てますよ、はい、最近見たのは、あの福留さんが打席に入って、川上さんのピッチング でカットボールをなんかいつ投げるんですかっていう一人で大爆笑してしまって、はい、もういつも笑わさせてもらってます先輩の解説者として吉見さんがなんか岩さんにお聞きしたいことってありますか。そうですね、思ったことってもうはっきり喋るんですか。いや、俺は喋ってるよ。喋ってますか。うん、いいことはいい、悪いことは悪いで、ちゃんと言葉選びながら。あんまり選ばないでしゃかな選ばないですか。うん、あ、そんなこと選んでたらやっぱ言いたいことも言えなくなるし。そうですよね、はい、うん、やっぱあんまりね、ドラゴンズビーキとかしてしまうと、やっぱ聞いてるのはドラゴンズ戦でドラゴンズのあれだから、うん、あんまりそこをね、やってしまうとなんか当たり障りのなくなって面白くないのかなっていうふうに思うから、一番本当中立がいいと思う。そう、言葉が大丈夫かなっていう不安があるんですよ。だからそれね、選んでたら終わってるから、はい、もう、その場面が終わっちゃってるから。10秒ぐらいしかないですもんね。そうそうそう、思ってることをまず言う、はい、うん、そのね、使っちゃいけない言葉は使っちゃダメだよもちろんもちろん、はい、そう、そこは分かってるつもりです、ね、うん、はい、最初にポンって出ちゃえば、はい、そこから組み立てていけるよね、はいはいはい、最初はね、言葉選んで喋ったら何言ってか分かんなくなっちゃうから、うん、最初これダメですぐらいから入っちゃっていいのよ。これはいいとか、そう、結論が、そうそうそう、それでそれから何がいいんですかとかって言ってた時に、うん、自分で組み立てるから、いいか悪いか先にパンと言った方がいいかもしれないですね。え、あの解説される時にアナウンサーは実況はいつも違うわけじゃないですか、うん、その実況をする人によって全然違うんですか。全然違うね。全然違うんですか、うん、ここ喋らせてくれっていう時あるのよ周り見てても何とも思わないけど、自分は今だっていう時があるけど、はいはい、その時になんか気持ちよさそうに自分のことを喋る解説の人もいるんですね。実況、はい、アナウンサーもいるから、はい、今だ今だよっていうのと、あと割り込んで言っちゃってもいいよね。それね、一回それあって、終わった後も帰りながら、なんであそこで喋れなかったのかなっていうちょっと後悔があって、はい、あそこが今日の俺の中の見せ場だったなっていうところで喋れなかった時もあったから、うん、ここだと思ったらね、行くべきですね、うん、行った方がいいよ、なんかわけのわかんないこと喋ってるから、ね、そうなんですよね、自分に酔ってる人もいるからねデビューは？デビューはですね、3月のオープン戦、練習試合ですね、オープン戦7日らしいです、はい、こうレギュラーシー入ってで、テレビの初めての解説が、うん、井端さんと一緒なんです。俺と？はい、よろしくお願いします俺と？はい、これまたあれだね、いいね、はい、本当俺喋らないよ。いやいやいや、もういっぱい教えてもらわないと。だから公式戦デビューってことでしょはい、ちゃんと
教えてください。じゃあ 8-2 の割合か9-1の割合で、2-8で僕2ででもね、あのあれだよ、疲れてきたらあのこうやってあるのよ、咳払いとかこういうね、こうボタンを押したら自分の音声入んないの。あ、はい、ね、俺初めて吉野みたいな感じで解説してたの、北ペップさんと、はいはい、広島で巨人戦で初めてね、はい、そしたら延長戦だったの、疲れてきたんだろうね、喋る時に押してたから声入ってないなんかその前に俺がこう押してうんうんってやってたの、押したら北ペップさんって振られたら、北ペップさんも押して喋ってたからもう疲れちゃってるしね、疲れちゃって、そしたらもう全然入ってこなくて、まあデビュー戦が一緒なのでご指導してもらわないとじゃあちょっと今日テーマを用意しましたので、はい、こちらについて、じゃあこれからいきますか、投手野手、はい、今シーズンの展望ね、キャンプ12球団回られた、行きましたね、でもこれドラゴンズでしょ、はい、ドラゴンズの投手陣はまあ、そうは熱いよね。そうですね、うん、名前だけ見ると結構、そう、まあ、12球団行ったけど、はい、パッて見た限りで言ったら、あ、いっぱいいるなって思ったの。いすぎて逆になんか迷うのかなっていう部分もあるんでね、特にこう先発ピッチャーもさ、はい、名前を挙げたらさ8人9人出てきちゃうでしょ、はいはいはい、でそれぐらいこうここ何年かでそのピッチャーが一軍で投げてるのかなとは思うんだけど、よそのチームもさ、はい、行ってさら、あ、先発ローテこうかった時に、まあ、大体こう折れるのがこれぐらいで終わっちゃうのよ、下手したらこうやってってこれぐらいで終わっちゃうところもあるわけよ、多球団ですね、そう、はい、それに比べてドラゴンズは折れるっすよね、こう折れるからそう熱いなっていうふうに思って、そのねボールの質まではね打席立ってみないと分かんないし、そうですよね、うん、実際だからまあよしはね昨年までやってたわけで、はいはい、その見りゃ分かるっていうのと、ピッチャーだからなんとなく質的なものもあんのかなと、うん、バッターって実際こう後ろ側見たらみんなすげえなと思っちゃう、だからバッター的にはピッチャーがいいか悪いかって実際自分が打席に立ってタイミング取って見てたから、そのボールの質的なものっていうのは、まあ、ピッチャー目線と野手目線の違いですよね。そうそうそう、僕ですね、去年までしてたじゃないですか、でいないと思ってんの、いや、いると思ったんですよ、でもあんまりいいなと思わなかったんです正直、まあ、いいねいいねその意見あの、ね、僕はレベル、うん、僕ドラゴンズしか知らないじゃないですか、周りからドラゴンズの投手っていいよねって評価あるじゃないですか、うん、去年とかもその感じでいて見に行くとあんまりいいなと思わなかった、投げてるボールがですよ、そうか、はあ、いやだけど他も今年行った、いや行ってないんだ、ピッチング見たのは僕ヤクルトだけなんですよ。ああそれと比べるとあれなんですけど、ああ比べちゃう比べたら今俺大丈夫かと思ったんだけどいや僕今言っちゃいけないと思ってしまった見たと思ったんですけど比べたら、いや、まあ、はい、ドラゴンズだなと思いますけど、僕タイガースがいいなって思ってしまったんですよ、タイガースいいね、ピッチャータイガースのキャッチボール昨日ちょっと昨日見に行ったんです、うん、チェンに会いに、うん、で見たんですけど、いや、いいなって思ってしまいましたね、うん、これ脱線するけどさ、俺も行ったのよ阪神、はい、チェンね、あ、会おうと思ってさサブグラウンド行ったの、はい、走ってるなと思ったの、そしたらさ一向に帰ってこないのよ、俺1時間経ってたんだよそこにでもあれ入ったら一番向こうで走ってるでしょ、はい、はい、走りました、で後から来たさ藤波とか西とかが後から来て後から帰っていくのにチェンがまだ走ってたから、逆にメニューが違うのか他が走らなすぎてんのかチェンが走りすぎてんのか分かんないけど、はい、で佐藤と井上のバッティングも見たいからっつって、はいはい、佐藤と井上がティーバッティング始めたら電話くれっつって言ったの、そしたらかかってこないけど、でとうとうね、チェンも来てくんないし1時間ただ立ってただけで、で俺もうバッティング始まるから戻ったの、はい、そしたらなんか佐藤と井上が打ち始めたから、おーって見た2球目ぐらいにチェンがこんにちはって帰ってきたのね、そしたら結局両方井上の佐藤のバッティングを見れないっていう来るタイミング悪いよ、悪すぎるっすね、そう、その辺の空気読めないんです、そうチェン、お前のこと1時間待ってたのに今だ、ね、見たいのも見れないみたいな、まあ、ドラゴンズの話なんですけど、そうだけど
気になるのは梅津中継ぎセットアッパー抑えみたいな発言をちらっと聞いたんだけど、はい、しましたました。その意図は普通に考えればもう先発ですよ、うん、もうフルに投げて10勝15勝できるレベルじゃないですか、うんうん、僕が2年間一緒にドラゴンでプレーして、うん、やっぱりどっちかというと完璧主義者なんですよ。ちょっと悪いと痛い、ちょっと張ってるっていう、すぐ逃げ場を作るんで、うん、謙信と一緒じゃん。でも川上さんは投げるじゃん。投げて謙信はね、いかなる時もいやちょっと肩が、いや肘がっていつも言ってたから。川上さんはあれじゃないですか、そのちょっとこう保険というか、ね、そうだ多分ね、間違いない。あれ打たれた時の多分、ね、梅津の場合は投げないんですよ。で周りもすごく過保護に扱うんで、うん、中継ぎって毎日投げなくちゃいけない、抑えなんてもうチームの勝ちで締めなくちゃいけない立場じゃないですか、うん、なんかそこにポンって入れて逃げ場を作らせないというか、うん、させると本人が変わるんじゃないかなと思ったのと、あれだけでまっすぐと、まあ、フォークも使えるじゃないですか、うん、抑えでも一回やってみてそこを経験してで先発戻っていいんじゃないかなと思って言ったんですけど、うん、面白いね、あのボールは。はい、ちょっと惚れちゃいますよね。いや、あのボールで抑えとか後ろやってくれたらまあ打てないだろうなとは思うのよ。そうですね。だからあとはその本人がね、その持久力でね、簡単に肩肘の持久力がついてきたらそこで先発戻しても面白いし、うんうん、1年間ぐらいね、まあ、それこそ折れるから、そう、ね、先発ピッチャーが、はい、いいね、いいんじゃない。吉も軽減したからね、まあ、抑えはしないんですけど、まあそうね、中継ぎで、はい、あの時は8回投げてたもんね。あの時だけは本当に投げるの嫌でしたね。流れ読めるじゃないですか、うん、試合の中で来るって感じで、もう川上さんとかだったら8回9回投げてましたけど、だいたい6回7回で変わる人が多いじゃないですか、うん、電話なるんですけど、うん、あの電話だけが本当に寿命縮まるんですよ。自分って分かってるんですもん、もう、うん、もう自分の一択なんですけど、うん、いや違う名前言ってくれって思う。あれだよね、電話じゃなくてさ、メールぐらいで来てさ、相手こうね、コーチがこう見てさ、あ、よしみみたいな、ね、いやあれ本当に体に悪いんですよ。プルルルってなるの、そうそう、はいはい、ドキッとするだろ、あれ中継ぎって本当大変だなと思いますね、うん、まあ、でもあれを経験して僕もバーッと伸びたんで、うん、経験してよかったですね。試合の流れが分かるようになりました。ここ大事だなとか、うん、ここをしっかり抑えなくちゃいけないなっていう、なんか流れがなんとなく分かるようになってきたのが大きかったですね。今日謙信だなとか、例えばこうある程度完投できんなって言ったら、中継ぎいたらどんな感じなの、休みみたいな、あの、はい、気持ち切ってましたね。だよね、みんなそれ言うよね。いやそうです、本当それはありましたね、うん、他の人の時とかは 1-0-2-0 とかで回ってると、うん、逆転されろっては思わないですけど、うん、その自分が回ってこない展開で試合が進めと思ってしまうんですよ、うん、もっと点取れとか思ってしまうんですよ。だからあれでしょ、5回6回で変わるなっていうイメージを持っているピッチャーだと思う。その日は最初から結構気張りますね。張るんだ、はあ、チェンとかとか、まあ、チェンはあの時一緒ぐらいだよね。チェンも一緒にやってるんです、中やってる中でしょ、はい、当時言ったら中田山本松さんか、山本さん、山本さんはどうなんだ感じや。山本さんはこれ放送できないですよ。いや放送できなくないよ。山本さんは、うん、だから思ったこと言っちゃえばいいんだって。もう勝ちに対する執着心すごかったじゃないですか、うん、高橋明美さんがいつも言われてるのを僕聞いてて、うん、おい明美って言って、お前が俺の価値何個も消したから俺もっと早く200勝したんだとか言ってたんですよ。それ聞いてたらもう投げれないですよね、うん、で一回消してるんですよ僕、うん、で決して僕に価値がついて、うん、一番気まずかったです。わかる、黙ってても3割打つのかなっていうところ で、うん、で俺今年首位打者に予想してるわ。へえ、石川昂弥なんてどう思われます。やっぱ若い選手って無限大だからね。そうですよ、伸びしろすごいですね。この無限大っていうのが一番魅力なところでしょ。僕がピッチャーしてて一番嫌なのはランナー二塁で敬遠の後のピッチャーが一番嫌なんですよ。当てたらどうしようとかいろんな情報が入るんで。